ライチャ、ミルクティーミージャン、ごめんめよ、ミージャン米ミージャンがめちゃめちゃ叫ミーチャー、あー、米おめ米ニハオやった小籠包イエーイ。あ、じゃあ女性あちらって言われ、おいしくて安い、わかりますか、日本留学生って感じ、リーベン留学生とか、え、何小籠包が、小籠包がここですね、鶏のスープの小籠包と、ニラの黄色ってなんだっけ、スープか。他要拍广告，他放在日本，日本美食专家。对对对。お腹いっぱいだけちょっとずつで。ですね。これは店長です。はい。店長。他们在台湾一下，他们都是广告。哦。所以你要做一下，来跟他拍一下。耶。啊，拍照吗？可以吗？こいつ広告撮ってくれるよって。三个早上吃的，早上吃的，早上吃鲜豆浆，所以不用吃鲜。啊，现在要吃甜的，要甜的啊，豆浆啊。啊，早上那有三个。啊，豆浆。用碗了，不要用杯子，他要照相。要温的好不好？要温的，是不是？没有热的。要热的啊。三个。他要照相啊。啊，然后小笼包要哪一个？小笼包啊，一般的。怎么有什么推荐的？西瓜汤包好不好？一个先给他。一笼。一笼。他要照相。还有那个水饺一个。水饺，你要柚子，煎一个，一个，30块，一个，30块，还有煎饺啊，煎饺一个，煎饺锅贴，啊，锅贴一个，锅贴一个，啊，这样吃的完，应该吃的完，这样就可以，这个可以，蛮多了，没关系，这个没有了，这个没有了，吃不完烧饼可以带走，这个没有了，这个哈，烧饼啊，就是烧饼，烧饼加蛋没有了，三个，那它烧饼或者是烧饼加蛋，烧饼加蛋，啊，加蛋。好，这样拜托你了。来的时候慢慢给他照相。啊，他要做广告，还有什么广告要给他加酱面？まあとりあえず小籠包食べれれば。そうそう小籠包。ラーメンの目標是吃完。他会带走啊。当然吃不完。はい、チーズ。有小兵。大二年级的。谢谢。我们三个是同学。啊，我的学姐。学姐啊、嗯。他们年纪比较大。年纪比较大就不用讲。どういう関係って言われて、先輩って言ったら。あ、そうなんだ。若く見える。それか僕が年上に見られたのか。いや、あったかい甘い。あったかい甘いです。あったかい辛い。先輩みたい。あったかい酸っぱい。あ、さっきのところより甘いわ。うまい。あ、ここうまい。好吃、好喝。なんかちょっとパイっぽい感じ。卵が入ってて、オーナー曰く人生で一番うまいって言ってました。それは言い過ぎ。家の近くにあるからだ。豆乳好き。最高これ。おいしい。美味しい。うん？冷たい方が飲みやすい。冷たい。ここのうま。健康的。確かに卵大事っぽいね。確かにこれ卵なかったらちょっとパサパサの、ね、日本人あんま好きじゃないと思う。よかった。もはや1個こうお土産に買って帰りたくない感じで、うん、美味しい美味しい、すごい本当にテレビの人見て I love 台湾取材来ました。じゃあこれも温かい歌写真。
期待してます。熱っ熱っ。と生姜も。これショックやばいですね、多分。やばいよね。あのツワってやつですよね。ジュワ。破って。うわあ、これだ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 。ああ出てくる。すごい。ああ出てくる。出てくるけども。絶対熱いよね。ふふふしてガツッと。お、どうぞ。うわ。熱っ、熱っ、でも熱っ。もう喋れない。どうぞ。これ小籠包。これだ。よかった、この笑顔、この笑顔。このために今までこう違うやつをずっと食べさせてきたのに。作戦勝ち。最初これ食べたら多分ここら辺何も思わないから。あ、普通の餃子だねみたいな。確かに。ナイチャ、ミルクティーミージャン、ごめん、めよ、ミージャン米ミージャンがめちゃめちゃ叫ミーチャーあー、米お米米米のお茶あ日本語で書いてって言われましたメニュー日本語で書いてって言われました日本語で没有看过，没有看过，这个蛮好喝的。まあライスミルクでいいんじゃないですか。これでどうぞ。それミーダーミルク。いやいや。因为他们的英文是 rice milk， 然后日文也是 rice milk。rice milk。我们没有 rice milk， 所以第一次看过。他们昨天前两天有一个英文也是很翻的，他说 rice tea， yeah。rice tea， 結構でも美味しい。ああ、なるほど。なんか日本でおすすめ人気ヘチマエビ、あ、ロマ鳥、ジロ、ジロ、这个是猪的。鸡里面的汁啊，哦，うまっ。まあ小籠包と水豆乳でいいですね。結論。じゃあ、あの小籠包こうしたとこ写真撮りますよ。絶対動画用に撮っておくだけだろ。やべえな。よし、最後の乾杯。さすがに食べないと申し訳ない。食レポって大変ですよ。いただきます。いただきます。これズレズレ。あ、おいしい。うん、好吃吗？现在好吃的在好吃。今天是我们的烧麦哦、oh。 因为今天你们点太多了，没办法再放你们，要不然这个谢谢。嗯，好吃，很烫啊，这个熱いでしょ。哦，これが一番なんか肉肉しくて。它很弹牙，对不对？嗯。何の黄色？很 Q 啊。是啊。エビ？エビじゃないよ。里面的名字店名一样吗？融合豆浆，在那个新隆路上。新隆路上，2-299。OK， 好啊。因为它开了30年。三十年。吃早餐。哦，好啊，谢谢。里面有名片吗？没有，送你们。好啊，好啊。
谢谢，那我上场以后再告诉你。我约束好了，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢啊，谢谢，美味しかった。